登っていきます。登山口なんですけど、ここもすごいですね。この植林、これは昔の姿ではないですからね。これも戦後に植えたやつでしょう。こういうのは切っても昔の天然林に戻した方がいいんじゃないですかね。有名な観光地なんですからと思いますけど、じゃあ登っていきましょう。まだ5分ぐらいしか歩いてないんですけど、右手に道明番所、昔ここに番所があったみたいですね。堀切を作って狭くして、そこに石垣が若干残ってますけど、こっちは崩れたんですかね。あ、ここにも石があるから、多分この辺にこうあったんでしょうね、盛り上がったところが。でここを堀切って、全部植林してるから山の形状も変わってるかもしれないですね。すごいですね、この植林も。全部これは昔の姿ではないですからね。昔はもっと広葉樹が生い茂っていて、もっとですね、日が差す明るい森だったと思いますけど、杉ヒノキを植えるとこうやって、まあここは杉ですけど、真っ暗になっちゃうんですよね。鳥の鳴き声も聞こえないし、なんで鳥の鳴き声が聞こえたかっていうと、餌がないからですよね。杉とかヒノキは餌になるような木の実とか樹液が作りませんから、だから鳥も鳴かないし、虫も鳴かないと、いるのはブヨぐらいだけなんですよね。では行きましょう。で今30分ぐらい上がってきましたけど、これ右手を見てもらったらですね、わかると思いますけど、これ天然林、広葉樹、落葉広葉樹、照葉樹の植わってるのが、これが元々のこの辺の山の姿、天然林ですよね。明るいですよね。で、こっちが今登ってきたところ、杉の人工林ですね。まあ、ちょっとわかりづらいんですけど、まあこういうふうに全然植生が違うの分かりますよね。こっちは天然林だから、本当はこうでないといけないんですよ。だからこれを人工的に作り変えてたのがこれですね。でこういう広葉樹っていうのは根が深く伸びますから、地盤は強化されるんですけど、この杉とかヒノキは根が横に張る性質があるんで、根が深くいかないんですよね。でこういう広葉樹林を戦時中の燃料不足の時に切り倒して丸坊主にして、その燃料とかにしたんですよ。でほっとけば根っこは生きてるんで、またこういうふうに復活してくるんですけど、その切り倒した後にこのようにですね、杉とかを植えたもんだから、もともと植わってた広葉樹の根っこは腐っちゃうんですよね。腐るとそこに水が溜まって崖崩れを起こす。これは前回も言いましたけど、科学的な論文があるわけじゃなくって、昔からの経験則ですよね。まあ理屈は合ってますよね。広葉樹は根は深くいくけど、針葉樹は根が深くいかないから、杉とかヒノキに植え替えてしまうと、いかない分の底の部分の根っこがですね、もともと植わってた広葉樹の根っこが腐る。腐ったらそこに水が溜まって崖が崩れる。だからまあ長野とかの標高が高い山だと、元から天然林で針葉樹が植わってますけど、崖崩れをそんなに起こすわけじゃないんですよね。そういうのはもともと根が浅い針葉樹で山を重ね作ってるんで、深いところの根っこが腐るっていうことはありませんから、長野高の山の針葉樹とですね、こういう杉とか植えた人工林を一緒に考えちゃダメなんですよね。こういうところはもともと広葉樹が植えたところに、こういう針葉樹を植えちゃったからまずいわけであってですね。まあ、だからこういうのはですね、早く切り倒して広葉樹に植え替えた方がいいと思いますよ。ここ斜面が45度以上あるところにはいつか崩れますからね。まあ、だからこういうふうな人工林は切ってですね、こういう天然林に戻した方がいいと思いますよ。花粉症もなくなるし、で動物の餌にもなりますからね。こんな杉とか動物は生きていけないですから、動物はこういう天然林でしか生きていけないですからね。鹿もクマもイノシシも。じゃあ
こんなこと喋ってたら何時かあっても足らないんで、行きましょう。柱状節理のとこまで来ました。これ火成岩があれ冷却する際にこうやって柱状になったものらしいですけど、まあこれはケルン積んでるんでしょうけど、じゃあ行きましょうかね。しんどすぐ後に石仏群がありますね。なんで書いてんのかわかんないです。文政3年ああ向こうにもあるな。なんて書いてんだろう、読めませんけど。上り図を下り図をでいいんですかね。いろいろ書いてますけど、どこにあるんだろう。ですぐその地蔵ないんですけど、そのすぐ上が覗き坂本塾を見寄せる、あそこに見えますね。昨日歩いただいぶ上げたんじゃないかな、標高200ぐらい上げたかな。よし、ちょっと休憩して行こうかな。なんか分岐があるんですけど、まあ中山道だから左ですよね。これは間伐したものでしょうか。邪魔だから切ったんですかね、これ。杉とヒノキの違いは、杉は中心部分が黒いので、これは杉ですね。ヒノキはもっと全体的に白いですから、こうやって黒いのは杉ですね。また葉っぱ見れば分かりますけど、杉の葉っぱはこんな風に尖っててチクチクしますから、硬くて、まあ、棒状っていうんですか。杉とヒノキの見分け方なんですけど、杉とかヒノキってこの肌、木肌が似ててよく分かんないですよね、違いが。なのでそういう時は、まあ、葉っぱ見れば分かるんですけど、葉っぱは上見ても分かんないんで、まあ、そういう時は下を見ると、下見たら落ちてるんで、まあここに落ちてるのは杉なんで、ここも杉ですよね、尖ってるから。なんでこれはまあ杉と。これヒノキの葉っぱですよね。平べったくって、まあチクチクしない、柔らかいんですよね。これがヒノキの葉っぱ、わかるかな。だからこの辺にはヒノキが植わってるんでしょうけど、まあでも杉が圧倒的に多いな。どっから落ちてきたんだろう、どっか割ってんのかな。まあだから葉っぱを見れば分かるけど、上見ても分かんないんで下を見ると。葉っぱを見るのに上じゃなくて下を見るっていうところがミソですね。こういううんちくをですね、まあ語るとですね、うるさいだけのおっさんになっちゃうんで、あんまり言わない方がいいと思いますけど。羽石茶屋着きました。ここに4軒茶屋があったそうです。まあ今はもう植林して薄暗いですけど、まあ昔は日が明るくさしてたと思うんで、まあ全然昔とは光景が違うんでしょうけど、こんな薄暗いかったわけじゃないはずです、昔は。四軒茶屋、墓があるんですか。ここに石垣がありますけど、この上に多分4軒ぐらいあったんでしょうね。墓があるはずなんですけど、どこだろう、わかんない。じゃあ行こうかな。
金石山を越えたところですけど、でここよく分かりますよね。これ右手が天然林が残ってるところ、左側が人工林、杉の植林したところ。暗いでしょ。こっちは明るいけどこっちは暗いと、まあこんな感じですよね。だから地面っていうか、なんか陰鬱としてますよね。ああ嫌いなんですよね、人工林。こういうのに戻してほしいんですよね。食い物がないんで動物も寄りつかない、寄りつかないというか生きていけないですよね、これじゃ。だからクマとかですね、猿とかも里に降りていくんですよ。こんな植えたら食い物がないんで危険を冒してですね、凶暴な人間の住む里まで降りていく。だから人工林問題は花粉だけで問題ではないんですよね。無花粉杉に植えろとか今言ってますけど、杉は杉ですから、動物の餌にはなりませんから。花粉は出ないですけど根は張りませんし、動物の餌にもならないから他の諸問題は解決しない、先送りですよ。そもそも無花粉杉なんて植えたってどうせ切らないんですから、荒れ放題になってるんですよ、日本の杉とかヒノキ。誰も切らないから荒れ放題になってるのに、そこに無花粉杉なんか植えたってどうせ将来切らないでほったらかしになるの目に見えてますからね。不良債権になるだけですよ、そんなこと。だから無花粉杉、無花粉杉ってよくメディアとかネットでも声がでかいですけど、絶対100年後200年後大問題になってます。まあこれ言うの僕ぐらいですけど、絶対失敗しますと僕は思います。切り倒してこういう天然に広葉樹に植え替えるのが正解、絶対正解です。あ、もちろんですね、人工林を残さないとダメですよ。国内の木材は国内で生産しないと海外の自然破壊を誘発するんで、人工林の全てを切り倒せって言ってるわけじゃないです。もうこういうところどうせ切らないんでしょ、これ切るんですか。これはここは手入れしてるみたいですけど、まあ切らないところがほとんどですから、そういうところは無花粉杉に植え替えるんじゃなくって、広葉樹の苗木に植えて天然に戻すと。で必要なところだけ残して、そこはまあ無花粉杉に植えてもいいでしょうけど、まあ、そうやんなると将来の不良債権になるだけですから。こういう杉とかヒノキとかバカみたいに植えたって供給過剰ですからね今。じゃあ行きます。ようやく尾根道上まで上がったみたいで、横に歩きますね。ここはいいですね。僕はだいたいもう縦走が好きでですね、縦走って山のてっぺんからてっぺんをこう尾根道を歩くのを縦走って言うんですけど、縦走が好きでよく行ってたんですけど、まあこういう横に歩くのが一番好きなんですよね。日当たりもいいし楽だし、久しぶりなんで。こっちは天然林ですけど綺麗ですよね。あれ人工林、まあ多様性ですよね。自然は多様性、いろんな木が植わって多様性ですよね。人工林は同じものばっかり、まあ、だから今多様性とかよく言われますけど、多様性を大切にしようとか、まあ、それは別に道徳では、道徳とかそういうものだけじゃなくって、それが真理だからそうなるんですよね。多様性、いろんな植物が混ざる、まあ、真理は多様性じゃないですか。これが真理ですよ。宇宙の真理が多様性と、まあ、多様性はいろんなものが補完し合って生きていくので強いですよね、多様性のある世の中。しかしこうやって人工的に作られた確率的なものにしてしまうと弱くなると。それは人工林、土砂崩れとかの問題だけではなくって人間の社会にも言えると。だから多様性を大事にしましょうと。強い人が弱い人に強くなれって言うんじゃなくって、弱い人は弱い人のまま生きていける温かい社会を作っていきましょうと。それが多様性ですよね。強い人も弱い人もみんな仲良く暮らせる社会、それが多様性、宇宙の真理ということなんだと思います。ここや、あ、なんか焼けてるな、これ雷かな、雷ですかね、折れてるな、なんか。じゃあ行きましょうか。
この先はずっと天然林が続くみたいですけど、聞こえますかね、鳥の鳴き声。取れてないだろうな。まあこんな風に鳥の鳴き声も聞こえるんですよね。綺麗ですよね、あの辺もずっと明るい。いいですね。これは昔の景色でしょう。真田昌幸もここを通ったかもしれません。大名行列もここを通ったんでしょう。行列がこう腰をこう担いでしずしずと向こうから前田藩がこう行列を作って登ってくるのを想像しましょう。ここでいいですね、この景色。まあやっぱ自然がいいな。人がいないっていうのが一番いいですね。これ見てください。ここだけ植えてるでしょ。これ杉ですけど、杉かな、杉ですよね。杉を植えてますけど、ここだけ植えてるんですよ。でもここだけ植えたって、これここ切れないですからね。はっきり言ってコストがかかりすぎて、ここだけ切って、これ下ろすとき、林道に下ろすときに、まあ河川って言って林業河川、柵道を作ってロープウェイみたいに張って滑車つけて下ろしていくんですけど、それ林業河川って言うんですけど、でもこれだけのためにそんな張ってたらコストがかかりすぎて割に合いませんから、これってもう切らないんですよ。はっきり言ってもうこれ放置するしかないんですよ。これを切って、この杉だから自民党の間違いに気づかないでここまで来て植えたんですよ、昔の人が。だからこういうのが日本全国あるんですよね。こういうのが杉花粉とかの問題になってるわけですよ。だからもう切らないんだから、これはもうここで切り倒してですね、植え替えればいいんですよ、そこら辺の天然林に。雑木の苗木を植えて天然林に戻せばいいんですよ。こういうのは絶対切らないんですから、こんなの。だからこれ枝打ちしないんですよ。枝打ちしませんよ、だって切らないんだから。これだったら向こうは多分道ないんで、左側にこう架線を張るしかないんですけど、架線張るとなるとその辺の木も切らないといけないですからね。でわざわざこれ切ったのをここまでこっちに渡して、こっから架線で下ろすなんてことしませんから、たったこんだけの木のために。昔はですね、自民党の植えを増やせずで1株植えたら何十円かもらえたそうなんですよ。まあこれ和歌山の話ですけど、和歌山では村の人がですね、こぞって農協で苗木を仕入れてガンガン植えていくわけで、山に入って、それ林業をやってる人だけじゃないですよ。普通の畑のやってる普通の農家とか、そういう人たちが我もちょっと担いでですね、あっちこっちに植えまくったんですよ。ここでもらえるから、植えれば植えるだけお金もらえるから、それでお杉林だらけになっちゃったんですよね。それもここもそうやって植えたものだと思いますよ。だってこんなところ切らないですもん。だってだからこれ林業やってる人じゃないんでしょうね、植えたの。こんなとこ切らないの分かってんで、だから田舎の人の意識が変わらないと思います。あ、でここは堀切り、これは小田原攻めの時に誰だのじさんがどこを掘り切ったんだろう。ここかな、両側を掘ったんですね。南向き馬頭観瀬音、あれですね、あそこにありますけど、ほら、まだここも植えてるじゃないですか。ここも杉を植えてますよ。切りもしないのに、こんなとこ植えたって切らないのに。で次が北向き馬頭観瀬音、そっちは絶壁になってるんで、まあ注意するっていう意味だったんですかね。行きましょうかな。カモシカいないかな。カモシカ見たいんですよね。
が羽石の一流塚跡、江戸から35里目。多分この辺りが座頭転がしだと思います。矢とか小石とかあって、あと赤土で滑りやすかったらしいですね。あーしんど、はい、座頭転がし今登ってきたところだと思いますけど、今赤土で滑るらしいです。よいしょ。座頭転がし給水所ってありますけど、水なんかないんですけど、ちなみにこの座頭っていうのは目が悪い人ですよね。座頭石とかの座頭だから、そういう人たちも転がしてしまうほど道が悪かったっていうところでしょう。よいしょ。ああ、まだ登りかな。メガネ橋との分岐のところまで来ました。ここが多分、栗ヶ原ですね。で、こっちの道がメガネ橋の方に行く道ですよね。明治天皇が巡行する際に作った道ですよね、確か。そうですよね、そうです。明治11年に作った道、まあ2キロぐらいですかね、メガネ橋。まあメガネ橋を行きたい人はメガネ橋に行って、まあこっちに来るとかですね。ああ、メガネ橋行かなかったな。まあ時間ないしな。今だいたい3分の1ぐらいは行ったんですかね。半分までは行ってないな。5分の2ぐらいは行ったと思います。今8時40分。これ昼頃に着くんじゃないかな。意外と早いな。やっぱここ栗ヶ原ですね。明治天皇が巡行する際に作った、でそこに豚所、見回り方豚所があって、これが交番の始まり。交番はもう世界共通語、ローマ字で交番なんて言って、まあ、世界に広がってますけど、その交番の一番最初に置かれたのがここっていうことですね。これは外国人旅行者にとってもなかなか興味深いんじゃないですか。あの交番がここだってね。入道久保、この先に山中茶屋っていうのがあるのってことですね。あそこにあるのが見えます？掘ってありますけど、優しい顔されてますけど、はい、じゃあ、行きましょうかな。これ下り坂になってるんですけど、マゴメ坂というらしいです。で、この先が山中茶屋跡。山中茶屋着きました。昔丸屋六右衛門とかがですね、10軒ぐらいの茶屋があって、力餅とかわらび餅が食べられたそうです。13軒って書いてるの。ここ定山の間が 2箇所あった。まあだから大名もね、休憩したんでしょうね。明治の頃小学校もできた。ちょっと見てみようかな。もう中はもうこれは雨宿りはできないですね。醤油、何て書いてる？野田醤油カンパニーリミテッド、野田醤油カンパニー、醤油の瓶ですか。他に何かあるんでしょうか。ガラスが何も情けだけどな。墓とかあるんですかね、小学校跡とか。
ちょっと休憩していこうかな。さっき一人おじさんとすれ違ったんですけど、おじさんは熊鈴つけてなかったんですけど、ここは熊がいないんでしょうか。ちょっと休憩したいんですけど、ここはちょっと日陰で向こう行こうかな。寒いな、ここ。なんて書いてあったでしょうね。13、重曹。どっかその辺で休憩しようかな。ここで大体半分ですから、今9時15分、昼過ぎには着くでしょうね、熊野神社に。今登っているのが山中坂、別名が飯食い坂と呼ばれてたそうで、空腹だったらとても登れないので、手前のですね山中茶屋でご飯を食べて、まあ、この坂を登った、だから山中茶屋は繁盛だったっていうふうに書かれてます。飯食い坂と呼ばれた山中坂。しんどいですね、これも。まだあと 200m ぐらい上に上がんないといけないんですよね。一番高いところで 1190m ぐらいで、今850ぐらいだから、あ、なんかそこに小屋がある。あれなんだ、ログハウスですかね。誰だろう、誰かの別荘でしょうか。なんか何軒か別荘みたいなのがあるんで、ここ別荘地だったんでしょうね。向こうにもあるな。でそこに看板があるから、多分ホテルとかもあったんじゃないかな昔。そこにバスが放置されてる。ここは車道ですからね、車通ってるから。昔はバスが通ったんですかね。なんだろう、あれホテルかなんかあったんじゃないでしょうか。一つ屋と、昔ここに老婆が一人いて旅人を苦しめたと言われているそうです。そんなことありますか。老婆でしょ、多分辛い人生だったんじゃないですか。いろいろいじめられて住むとこがなくなってここに来たって思うんですよ、その老婆も。昔もう今も変わらないのかもしれないですね。社会で爪弾きにされて、ちょっと多分特徴的な性格だったと思うんですけど、それだけで社会から弾き出されて、こういう山の中に住まなきゃいけない。で、しかも旅人を苦しめたって言われなきゃいけない。僕はその老婆に同情しますけど、今の社会にもそういうふうに言われてる人はいるんじゃないですかね。社会不適合者とか言われて、社会から詰め出されて、辛い思いをしている人はたくさんいると思うんですけど、新自由主義がはびこる世の中で肩身の狭い思いをしている人たちがいっぱいいると思うんですけれども、そういう政治が早く終わってですね、弱い人でも生きていける社会を作ってもらいたいと思います。そうじゃないと一つ屋にいた老婆のように辛い人生を、まあその人が辛かったかどうかわかんないですけど、そういう社会から弾き出された人生を送る人が増えてですね、それはやっぱり社会として良くないんじゃないかと思います。だからみんなが幸せに生きていける世の中を作っていってもらいたいと思います。